集団的自衛権をめぐって安倍総理大臣は間もなく公明党の山口代表と会談します憲法解釈の変更に向けた閣議決定を来月上旬に行いたい考えです中継です。はい。党首会談に先立って今朝与党協議メンバーの自民党小村副総裁と公明党の北川副代表が都内のホテルで極秘に会談しました 朝食のクロワッサンを食べながら北川副代表はそちらも大変でしょうがこちらはもっと大変なので静かに見守ってくださいと公明党内の調整に時間がかかることを伝えました安倍総理はこの後の党首会談で来月4日には閣議決定する方向で議論の加速化を要請するとみられますただ閣議決定の分案をめぐっては公明党側から 国民の権利などが覆される恐れの恐れの部分を切迫した事態にするなどの修正要求が出ています。政府・自民党はこれを受け入れる形で合意を目指す方針です。与党の協議が安倍総理の狙い通りにまとまるかどうかは、支持母体の総科学会も含めて公明党内の調整にかかってきている状況です。